花粉症、花粉症、夜、さっきまで平気だったのにね、ダメですね。ええ。あと、40分になったら、次の行きます。斉藤さんだぞ。うさぎポーズ？ぴょんぴょんぴょん。ラムネを飲んでるポーズ。ぎこちない。キャワワなラムちゃん。キャワワ。アナちゃんに教えてもらいました。にゃあ、ペコちゃん。できてんのかな。馬形ポーズはさっきやったからな。ペンギンポーズもさっきやったんだなぁ。セクシービームってどうやってやんの？わからない。カラス？俺は名前だった。ごめん。サウジアラビアのファン、ありがとうございます。ドキドキ。おう。おう。キー。どう。キー。い。全部入れました。ギャラクシー・オブ・ドリームス。こんな感じ。クロスもさっきやったんだな。ミーツーポーズ。おやすみポーズ。はい、これマサラさんのブログのやつね。なさーい。ヘビーメタル。もう髪の毛が今日くくっちゃったね。ちょっとあんま暴れないっすね。強気もんだよ。強気もんだよ。ポケモンゲット。ポケモンゲットだぜ。じゃあ、時間になったので。あー、止まんない。なんだっけ。言ってほしいもの？変なものじゃないの送ってくださいね。私に言ってほしいこと、5分やります。5分やって最後質問コーナーにしますね。はい、今から5分。言ってほしいこと。言ってください。ごめんさま。大丈夫。大丈夫。止まった。大丈夫。あがねまちゅり。充電5%ナウ。ティッシュあげる。ウィンクしてください。チュリは寝ないの？大丈夫。この途中、とりあえず言っとるやつだけだよ。これ大丈夫。愛してます。大好き。おかばん、好き。熱中症ってゆっくり。熱中症。あやちゃんのために、ハートを捧げよう。パピタンどこ？ちゃんまる。好きやっちゃ。ぴょぴょー。目からビーム。今日は神社で撮影したの？W。パピターン！シアターのヴィーナス！好きだよ。大丈夫？ムーさん、総選挙1位。背脂ちゃっちゃ。ハメハ。多分。もぐもぐ。好きやで。叫んで。好きやけん。あかねしか。背脂ちゃっちゃっちゃ。ラッパ。君だけにチュチュチュ。ここだぞ。チュリタン。寝ないとここだぞ。うふふ。目指せ選抜。廃校。狙うみゃ。ラップして。うちもやで。好きやねん。ラムだっちゃ。おやすみなさい。あかねだぞ。星って言って、星。ツタンカーメン。10点。わっしょい。ツタンカーメン。なんでツタンカーメンって何やろうか。ツタンカーメン。もやしポテト。ああ、待って、花道。
にゃ、ねむねむ、ホットヒーハー、カメラハー、名古屋弁聞きたい。んなこと言われても、急には言えんっていう名古屋弁でした。あかねって呼んで、あかね。あかねって呼んでってこと？知らん。やばい、英語読めんかった。読みたかった。おやすきすー。花みずき。君の瞳にレボリューション。あかね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 。天使がおるがや。お、鳥が増えた。さあ、何分やった？ 3 分やった。オニマルピー。気になってもいいんだぞ。アカデマイチュリだ。WWW。携帯ない。孤独ラインコっていうバンドいるよ。へぇ。星ちょうだい。デラウミャー。スキッちゃん。らしくないね。懐かしいね。ビデバビデブー。あ、デブーが消えてますね、星で。ダメなんだね。人を傷つける言葉はダメなんだね。よくないね。確かにね。恋のなんとかかんとか。波動拳。ファンタスティック。わあ、鳥がいっぱいだ。鳥がいっぱい。ぺぺんとったんで。ガーちゃーん。ピカチュウ。ローストビーフ。ずっと一緒にいて。頑張るまい。若チン。若チン。諦めたらそこで試合終了ですよ。出すと出す。ちいちゃん、こんばんは。こんばんは。だぎゃ。時々踊って。踊れぬー。あ、でもさっき時々のスクショはしましたね。にゃー。うぃー。ハロー。ハロー。何分？あ、45分になりました。45分になったので、ちょっと、なんか、質問、真剣な質問、ちょっと、ふざけすぎてるから、私。チュリロール。大丈夫？ちょ、鼻水やばい。あ、充電やばい。充電やばい。親知らず。親知らずはだいぶ前に抜きましたね。鼻水大丈夫？ちょっと大丈夫じゃないですね。ちょっと大丈夫じゃないですね。早い。やばい。目が全然追いつかない。孤独は感じてないかい。孤独は感じて、今はちょっと一人で寂しいなって思ってます。喋れる相手がいないから。みんな、なんかコメントみんなの拾いたいけど拾いきれない。みんなと話したいけど、こう話してるようで話せきれてない感じがある。早く休んで。この後ブログ書くのでちょっと無理です。寒いの。寒くないですよ。ダンス踊るときに気をつけてること。曲の世界観を壊さないダンスをすることです。投票は金曜日の13時まで？あ、そうなの？もうすぐだね。もうすぐだ。え、あと3日？あと3日かな。なんかあっという間だね。あと3日、みんなに会えないから怖いな。一人の夜が怖い。お金まじりだ。次は投票した？
自分のモバイルサイト登録してるので、それはしようかなと思ってます。メイクのこだわりは、早く適当に、でも結果、ちゃんとなってる感じ。いや、ほんと私マジで化粧適当ですよ。でも、10分、15分ぐらいでやっちゃう。なるだけ薄く塗る、すべてを。ファンデーションはもう本当に使わない。んなもう、薄くていいの、薄くて。結果オーライ、結果オーライ。次の毛先の色は、特に決めてないですね。そのまま、そのうち切っちゃうかもしれないし、このまま伸びていくかもしれないし。スピーチは考えてないです。でも、本当ちゃんと考えないと、なんか、口から、こう、何も考えずに喋りたくないので、ちゃんとみんなへの言葉を話したいなと思います。マニキュア何色？塗ってません。香水してません。ハムスター昔飼ってました。いつ新潟行くの？いつだったかな？忘れました。香水は使ってません。おすすめのなんて書いてあったんだろう？ごめん。あかね、新潟で待ってる。ありがとう。夏コン？欲しい？夏コン？総選挙沖縄から行く。おーおー、よろしくお願いします。やばい。新公演になって、ってなんか書いてあったな。はい、早いなー。今日のプリパラ見ました。早いよー。コメントと手紙はどっちがいいですか？コメントと手紙は別物なので、コメントは誰でも見れる場所だけど、手紙は私にしか見えないものなので、そうやって使い分けてもらえたら嬉しいです。コメントはもうその時の気持ちを送ってくれればいいし、手紙はなんか深い思いを書いて送ってくれたら、あ、この人は私のために時間を費やして手を動かして書いてくれたんだなーって思いますよ。欲しいカメラある。そうですね。水中カメラのいいカメラが欲しいですね、今。水中カメラデジカメなんですけど、ちょっとやっぱ鈍いんで、動きがとても。もしも鳥になったらどこに行きますか？小笠原諸島に行きたいですね。なんか小笠原諸島1週間に1本しか船が出ないらしくて、そう、だから行けないから鳥になったら飛んで行って、着いたら人間に戻って、また鳥になって戻ってきて人間に戻りたいです。選抜行くぞ。しゃ。みんな頑張ろうね。本当に。気持ちはすごくあるよ。出張公演したい。出張公演したいって言ってる。めっちゃ言ってるけど、なかなか通らない。もうラムネの時にやりたかったんだよね。一回もできなかったから。でももうできないけど。握手会楽しい？楽しいですよ。この間の6時間の時はもう、ここ最近で、